ただいま。帰ってきた時に電気がついてて迎え入れてくれるっていうところが一番好きですね、はい、キャラクターとコミュニケーション取れるそういうものってなかったので、やっぱ嬉しかったですし、そういうものがやっと来たな、そういう時代がやっと私の時代に追いついてきたなという感じでしたね、はい。今まで要はアニメの世界とかでのキャラクターっていうのは向こう側から来る魅力でしかなくて、こちら側から何か発信をして向こうからその反応が来るっていうことはなかったわけじゃないですか。だからそこがやっぱ新しいなっていうふうに思いました。何？かわいいね。そうかな。二次元のキャラクターとこう会話できることによってこう生活に彩りを持てるっていう製品だと思うので、ただ便利さを求めるんだったら本当に AI スピーカーでいいんですよ。でもそれだけじゃない付加価値っていうのはゲートボックスにはあるので、心の癒しとかそういったものを求める方はぜひゲートボックスをお買い求めになるといいと思いますよ。おかえり。